今回は引きこもり吸血鬼のモンモンの第4話を完了した人の反応を紹介します。ミリセントの狂っていく様からの最後に納得してしまったところを見せつけられて、お前はもう推しだ。ミリセント推しになった、そんなあなたには原作最新刊がおすすめ。彼女の家庭環境や事情、これからの目的などいろいろ判明するぞ。さすがに両腕切り落としと首ボキッだけで済んだか。原作だと腹かっさばかれて片足の骨が飛び出るくらい潰されて首をもぎ取ってたからな。次回すごい清楚な美少女が出てくるな。まだね、まだ。コマリ基準だとずっと清楚で無害な美少女だから。コマリ目線じゃなかったら割と初登場からやべえやつじゃねえか。どれくらいの話でボロが出るのやら。原作だと対決シーンから結構いろいろあるのにうまくまとめたなぁという印象。皇帝とパッパの説明も挟めたし。マダンの命中精度のひどさが気になったけど、全部当たってたらコマリちゃん死んでたろうし演出やむなしね。マダンの剣が悪影響でなければいいが、まあ大丈夫か。それにしても劣化解放したコマリって本当にコマリなのか？なんか別人に見えてしまう。力を自覚するまでの期間が長いから、無自覚で記憶ないが高齢になるよな。ミリセントがコマリに執着してたのはそういうことだったのね。ビルやコマリも言っていたけど哀れと言わざる得ないわ。国家反落罪が別に濡れ衣でもなんでもないのがね。ミリセントの出番もう終わり？今期範囲だと終盤にもう一回出てくると思う。読み返すまで完全に忘れてたけど2巻にも出てくるんよね。割と重要なシーンだからカットはされないと期待して、6話か7話あたりかな。改めて2巻読み返すと結構場面が多くてボリュームあるな。さすがにミリセントのシーンは外さないだろうけど、うまいことまとめてくれることに期待だな。次回はメインヒロイン参戦会ですね。メインヒロインの風格。これは清楚なメインヒロイン。最後に炭治郎が魔法の解説したけど遅すぎだよ。孤高の弔いが発動したタイミングでカオステルたちが到着したから、コマリ様が圧倒してるとこしか見てないの面白い。この世界は心が強い奴が強い世界だからな。劣化解放持ちは心が強いというか一周回って、どこか狂ってるというか一部頭おかしいところがある。コマリ様の強さはビビらないことじゃなくて、ビビっても立ち向かえることなんだよな。心が大事な能力なのに、生まれつき劣化解放持ってるコマリンはやっぱ規格外なんだよな。自分が弱いのを自覚していじめをやめさせて、いじめの矛先が自分に向けられても憎まずに、この人たちはかわいそうな人たちって思って耐え続けたんだからマジで心が強すぎる。戦った姿を見たことないけど閣下の実力どんなんだろって言って、実際目撃したのがテロリストを圧倒する姿を見せられたら、そりゃ大七部隊じゃなくても脳を焼かれるわ。発育不全の謎はこれだけ？血を飲んで大きくなるとかはないのか。鼻血で覚醒暴走は不覚にも笑ってしまった。まあ吸血鬼ネタの一つにはすりむいた怪我や鼻血でというのはあるし。あのいつも死んでる奴は寝具で腹を刺されてから、魔石で爆破されてたけど復活するときは腹の傷癒えてるのかな。一区切りついたって感じだからちょうど原作一巻終わったところだったりしません？アニメを追いかける感じで原作書いたいんだけど。ちょうどここで原作一巻やね。次からは原作二巻。4話で1巻のペースなら3巻までやると思われる。劣化解放を使う前にコマリの言葉でミリセントが動揺してたのがね。まっすぐな言葉でああいう反応をするとは思わなかったからかわいそうな子だと思ったよ。多分コマリンの劣化解放は特に強力なんだろうけど、今まで過酷な鍛錬を重ねてきたミリセントが全く相手にならないの非常な現実すぎて悲しいね。ミリセントはどんな劣化解放が来ても対応できる自信があったのに、内容が純粋に途方もない暴力だったから対応も何もない。発動された時点で戦闘じゃどうにもならねえわっていうね。コマリンとビルの劣化解放の条件が、血を飲むことと飲ませることって運命的だね。久々に天宮空の狂気的な演技を見た。ミリセントは過去を見たら先週までのヘイトはなくなったわ。愛されコマリンもコマヨナも見れる。これは俺の求めてた最高のアニメだよ。過去でヘイトをなくせるのは書き手が実力ある証拠。この作品は結構キャラが死なないから再登場が多いのよね。
だからこそ敵の好感度を上げておくのは味方になった時に変な感じになりにくいっていう。劣化区解放したコマリン怖いの。力が暴走してるんじゃなくて冷静に殺しに来るのが怖すぎなの。でもコマリンが好きなの。今回のコマリン見たらビルの気持ちが理解できた。こんなの見たらコマリスキーになっちまうよ。1話2話のコマリンとビルの掛け合いは普通に面白いくらいだったのに、4話最後のコマリンとビルの掛け合いは本気で面白く感じた。コマビルに愛着が湧いてきたから面白さが増したのかな。血生臭いけどそれが良かった。文句なしの神回。3話の時はシリアスすぎて困惑したけど4話で適応した。個人的に4話の中では最後のシーンが一番好きだ。100人虐殺したって聞いてたから意外と理性的なのには驚いた。コマリ様がミリセントの首を握りつぶした後どうなったんだろう。あの後周りの部下も皆殺しにしたのかな。原作だと皇帝がコマリの父親に対してもう暴走しないはずみたいなこと言ってたはずだから、そのまま気絶したんじゃないかな。コマリがちゃんと戦うための準備をしてたのは良かった。自分に戦う力がないと思ってるコマリが一人の上丸腰で助けに行くのは考えが浅はかすぎだからね。3話まで男は色物キャラしかいなかったから今回真っ当なイケメンが登場して驚いた。キャラデザは一番かっこいいと思う。あのイケメンはめちゃくちゃ重要キャラだから楽しみにしててな。革命兄様が予想外にイケメンだった。4話は最高の神回だったけどこの後はどうなるのかな。5話から何をするか全然予想つかないけど後から4話がピークだったってならないでほしいな。このアニメ、シリアスとコメディの温度差が激しすぎだけど面白いじゃん。この先の展開は知らんけどもう期待しかないわ。温度差が激しいのは飽きが来ないから俺は好きだけど、ちょっと人を選びそうではあるよね。ビルはあの過去からなぜあんな変態に、もともと素質があったのかな。次回から四畜天の残りメンツが5帝13体みたいに一気に出てくるけど、覚えるのは次回予告にも出てた勝ちヒロインの超絶正統派氷属性美少女だけでいいよ。話がいいのももちろんだけど、作画がめちゃくちゃ良かったな。覚醒したところとかめちゃくちゃ綺麗だった。原作だともっとグロテスクとか聞くけど、初見の自分にはこれぐらいがちょうどいいグロさだったよ。原作の描写で言えば、最初のパンチで内臓をもぎ取られそうになる。地面から血でできた謎の手が生えてきて足首を掴まれてそのまま砕かれる。当たりがインパクト強い。最初のパンチの威力ナーフされてたのか。2発目で避けたパンチの威力ヤバそうだったからミリセントがタフなのかと思った。何も知らずに見てたから勘違いものかと思ってました。4話でめちゃ強コマリ様になってビビりました。血が苦手なのって洗脳だったのか。まあセーフティロックかけないとやばいわな。ミリセント父ってガンデスブラッドの娘に比べればお前などって言ってたけど、コマリの暴走事件知ってたんだろうか。劣化区解放ばかり目が行ってそれ以外は全部ミリセントが飼っていたのに、そこを褒めずに出来損ない呼ばわりするくらい自分の子供にすら目が行ってない。脳筋系ダメ親にそんな情報集めるような知性があるとでも、ぶっちゃけると、親バカのコマリパパが自慢してたのを真に受けただけ。ミリセント父アホすぎない？ビルの劣化区解放が未来予知で意外だった。庭で毒魔法しか使えないって言ってたから毒関係の能力だと思ってた。原作だと風呂のシーンで教えてるんだけどなんかカットされてた。皇帝が帝国千年の歴史にも類を見ない思考の劣化区解放って言っていたけど、過去にズバ抜けて強い奴はいなかったのかな。ママは相当強いと言われている。でも多分コマリの方が強いんだと思う。ビルが言ってるけど基本条件付きで扱いづらいのと能力が戦闘に役立つとは限らんのよ。皇帝の評価的にコマリのに匹敵するけど戦闘には使えない能力も出てくる。あと劣化区解放を発動すると一時的に魔核とのパスが切れるってデメリットもある。なので発動中に死んだら蘇生できない。俺の精液でコマリンを劣化区解放させたい。ビルもコマシコとかしてるんだろうか。してないわけがないと思います。よくよく考えてみたらコマリちゃんって社会復帰しなくてもビルの紐になったら生きていけるのでは？そもそも実家が名家だから生きていける。兄と姉がいるから家族的にも引きこもりでいられると思われる。え？兄弟いるの？妹もいるぞ。
4人兄弟で困りが3番目であろうことが言及されてる。兄や姉は全く触れられてないけど妹は原作にすでに出てる。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。